おかしいな。10時間は目覚めないはずですが。はあ、君は僕に何をしたんだ。裸にしてどうするつもり。モルモットには清潔でいてもらわなくては困ります。カブトとマントを返せ。あれはジージの形見なんだ。服は焼け焦げて今にも分解寸前でした。どの道も着られない。兜とマントはそこにありますよ。強い魔力を秘めていますね。レアな魔法具だ。魔法具。横取りなんてしません。ですがそれはそれ、これはこれ。1時間後には薬の効果も出て。面白くないよ。これほど顕著に効果が出るとは。やはり調合の分量は間違ってなかった。一体君は何がしたいのさ。さっきの妖精にもひどいことするつもりだったな。モルモットにしようとしたのは事実ですが、先に家に侵入して襲いかかってきたのは向こうの方です。でも君。君は何者です。妖精を噛んで血を滴らせていたよね。気に入りましたよ。君は効果のほどが分かりやすい上に回復も早い。最高のモルモットだ。